はい、こんにちは、森です。今日はちょっと難しいテーマについて喋っていきたいなと思います。皆さん、ボケですね。ボケと、立体感についてちょっとお話をしていこうかなと思います。おふざけカメラマンモアリの動画。はい、今回のテーマはボケと立体感。ちょっとお話、気づいたことといいますか、最近気になっていることといいますか、はい、ちょっと喋っていこうかなと思います。ボケに関してちょっと、携帯でウィキペディアを使ってお話ししていこうかなと思うんですけど、まずウィキペディアによると、写真におけるボケとはレンズの焦点、被写界深度の範囲外に生み出されるボケや、美しさ、ボケの領域の美しさですね、はい、およびそれを意図的に利用する表現手法である。基本的に主たる被写体にはピントが合っていることが前提であり、ソフトフォーカスのレンズの効果とは全く異なる概念である。この概念や手法は日本国外でも BOKEH ボケと呼ばれている。これとは対照に、画面の全てにピントの合わせることをパンフォーカスやディープフォーカスという。技術的には意図的に被写体深度が浅くなるように設定することでそのような映像を撮ることができ、映画撮影での同様な表現はシャローフォーカスと呼ばれるという感じで、ウィキペディアには書いてあるんですが、どうですか皆さん、ボケ。なんか最近僕の、なんと言いますか、悩みと言いますか、写真、クオリティと言いますか、悩ましいところなんですが、全部こうなんていうんですかね、背景がボケてて被写体にピントが合ってるっていう写真がなんかこういい写真と最近と言いますか、それは普通のこう一つの表現方法としてボケてる背景が被写体にピントが合ってて背景がボケてるっていうのが、いい写真とされていると思うんですよ。これはなかなか難しいところで、人によっては解放がもちろんいい、僕も もちろん解放がいいと思うんですよ。せっかく例えばね、 105mm の 1.4 とか 85mm の F1.2、レンズだったりとか、はい、50mm の F1.4 だったりっていうのをせっかく持っているのであれば、その解放 F 値を使って表現するのが一番いいと、思いがちと言いますか、難しいですねこの表現、はい、難しいんですけど、どっちも正解不正解ないと思うんですよ。写真なんで正解不正解もちろんないと思うんですけど、なんかボケに頼りきって写真のこう何ていうの、考えっていうか、背景の処理といいますか、背景までが背景をこう合わせて全部の一つの写真っていう風にするのを怠ってるのかなっていうのはちょっと思ってて、それはちょっとなかなかこう難しいところなんですけど、はい、どうですかね。皆さんはボケがこうボケをメインとした写真がいいのか、それともこう全部にこうピントが合っている先ほど出たような写真がいいのか、ちょっと悩みどころなんですけど、なんかこうボケに頼り切ってると写真の構図とか、とりあえず背景ボケてるからいいかっていう感じで終わっちゃってるんじゃないかなっていうのがちょっと最近悩みでもあり、難しいところではあるかなと思います。で、もう一つのテーマである立体感ですよね。立体感
立体感っていうのはどうやって出るのかっていうのを最近すごい悩んでまして、悩んでましてっていうか、こうなんだピントがこう合ってる、被写体にピントが合ってることにより背景とのこの境で立体感が生まれるっていうのをまあ思ってたんですけど、最近まあ別の動画でも話したアラジンですね、アラジンの方を、見た際に、なんかこう立体感がある、背景はボケてないんですよ、背景はボケてないんですけど、なんかこう立体感がすごいあるシーンがあったりとか、こう結構こう立体的に人をこう 見えることができる場面がこう何回かあって、これはなんだっていうのが最近ちょっと思って、こういう動画も撮ってるんですけど、やっぱりこうなんだろうな、最近で言うと GFX100 を、まあ、使って、やっぱ画質が素晴らしい、はいね、1億画素あるカメラで撮るので、そこでやっぱり立体感っていう話も出てたんですよ、やっぱりその写真家さんたちの中で立体感がこう出るっていうのも出てたので、こういうことなのかなっていうのもまあ合わせて思ったわけですよ、はい、でこれもまた難しいところで、立体感がある写真だから全部が全部いいっていうわけではないと思うんですよ、僕は。何もこうね、写真なんでこうあれでいいと思うんですよ、ね、平面の写真でいいと思うんですけど、まあ、表現の方法としてなんていうの、この立体感っていうのは必要になってくるのかなっていうのは思うところです。で、まあ、何が言いたいかっていうと、僕結構こうねレンズ買ったりとか、今この場にそのいいレンズが、ね、代表されるレンズがないんであれなんですけど、まあ 85mm の 1.2 とか、ね、先ほど出た 105mm の 1.4 とかっていうレンズを使うことで、もちろんボケはするんですよ。でそれっていうのはこうなんだろうな、例えば標準ズームレンズで、まあ、背景がボケないっていう風にいつもこうプロの方のように背景がぼかしてこう撮るにはどうしたらいいんですかねっていうのを、まあ、僕も結構言われるんですよ。でそうした時にどこでも出るのは単焦点を、まあ、F 値を下げて撮れば背景ぼけますよっていうのを僕も言ったりするんですけど、まあ、どこでも多分言ってると思うんですけど、だからそれっていうのは結局ボケがメインであって、ボケさすことによってうまいのか、それともやっぱ構図がうまいのかっていうのすごい難しいところなんですけど、でボケに関しては正直言っちゃえば、いいカメラを買えば背景ボケ設定さえちゃんとすればボケさすことができるので、なかなか難しいところはあるんですけど、やっぱりこう全面こうピントを合わせた写真にすると結構こう構図の力が試されるのかなっていうのが思うんですよ。でその構図を考える力をこうボケ背景ボケによって失っているっていうのがちょっと最近思うかなっていうところですね。これなんか結構反感がありそうかもしれないですけど、この動画なかなか難しいんですけど、どうですかね、背景がボケてるからいい写真って思われるのがちょっとなんかこう難しいと言いますか、ちゃんと全部ピントを合わせた写真を撮って、まあ、ライティングなのか、まあ、光の使い方なのかっていうところで、まあ、もっともっと勝負、構図とかね、もっともっと勝負した方が次のステップに行けるのかなっていうのを最近ちょっと考えておりまして、はい、難しいんですけど、ボケに頼らず
写真を撮れればいいのかなっていうのが最近の思ってることです、はい、どうですかね皆さん、立体感を、ボケと立体感を組み合わせてこう写真を撮れるのが一番素敵なんじゃないでしょうか。特にね、日中シンクロとか、そういうのに関してはやっぱ背景も含めてのお写真になると思うので、なかなかね難しいとは思うんですけど、ぼかせばいいってことじゃないと思うんですよね、やっぱりね、うん、これは答えがね、答えが出ないと思うんですよ、これに関しては。永遠の課題といいますか、こう ループしてると思うんですよね。背景をぼかした方がお客さんからうおーっていう感性を持たれるとか、でも僕そればかりじゃないと思うんですよね。一人っていうか、まあ、お客さんの中で、まあ、いたんですよ。こんなに背景ぼけるんですね、こうぼかさない写真だと、どういう感じになるんですかっていうふうにこう言われたお客さんがいて、それっていうのはやっぱりなんていうのかな、文句とかじゃないでしょ、文句とかじゃなくて単純にその人は、ぼかさない写真を、まあ、見たいっていう感じに多分なったと思うんですよ。ただそこがこう、まあ、ロケーションさせてたんですけど、ね、結構昔、はい、結構昔ロケーションの撮影で、すごい桜のね、写真の時、桜のロケーション撮影の時に言われたのがあって、これやっぱ人が多いんですよ、そういう桜っていう風になると。で、背景ぼかさずに撮ったらどんな感じになるんですかと言われました時に、やっぱり難しいんですよね、桜で、まあ、人をこう入れずに、他のね、観客を入れずに、写真を撮るっていうのがすごい難しくて、その時はストロボとか持ってかなかったんで、まあ、表現方法がまあ単純にもう少ないっていうこともあり、こう結構まあ苦戦した思い出がめちゃくちゃありますね。やっぱりこう背景をぼかして、例えばこう人がいたとして、後ろに背景の後ろに人がいたとしても、ぼかすことによって全くわからないような感じでできるので、なので、ね、ピントが背景まで合ってる写真を撮るとなると、結構構図に左右されると言いますか、だからまだまだ力不足っていうのはあったのかなっていうのはあるんですよ。背景をこうぼかすことによって、なんかこういい写真にすると言いますか、そういう感じになっているので、ちょっとここのあたりで、まあはい、まあまあ、全部が全部ピント合ってる写真じゃなくてもいいと思うんですよ、ね、せっかくのいいロケーションであるならば、ピント合わせて撮ってもいいのかなっていうのがあります。で、ピントをこうね全部合わせるのであれば、GFX100 みたいな、結局着地はそこですよ、着地は多分僕の気持ちはそれなんで、 GFX100 とかみたいなカメラを使った方が、ね、ピントを合わせるのであれば、しっかりこう1億画素で、ね、背景までしっかり改造させるようなカメラを使って撮影した方がいいのかなっていうのを最近思っております。まあ、これに関しては本当に人によります。はい、開放しか撮らない人だったり、逆に、F を上げて 5.6 とかでしか撮らない人もいます。これに関してはもう表現方法なんで、どっちでも大丈夫だと思うんですよ。もちろん、その人の感性になると思うので、まだ僕は感性が磨き切ってない状態なので、まあ、どっちでもこう割り振りができるように、まあ、準備といいますか、もう背景がボケてるだけの写真じゃなくて、ピントもこう合
わせたような写真も撮りつつ両方通ることによってバリエーションが増えて、まあ、いいのかなっていうのが思います。次なるステップへの向け次なるステップに向けてどういう写真を撮るかっていうのをちょっと今回は、まあ、一緒にちょっと考えていければなと思います。はい、なかなかね難しい。皆さんはどっちがいいですか？ボケとパンフォーカス、ボケと全面ピントがこう合ってるような感じの写真、どちらがいいでしょうか？なかなかね難しいところはあると思うんですが、話がまとまりづらいと思うんですけど、まあここら辺で終わりにしておきましょうか。はいはい、ね、僕インスタグラム、ツイッター、ブログとやっております。概要欄の方にリンクがあります。なのでそちらの方を見ていただければ、いろんなお写真見たり、僕が撮ったお写真をこう見れるかなと思いますので、ぜひフォローしていただけるとありがたいです。はい、でまたこちらの YouTube のチャンネル登録まだしてない方はチャンネル登録していただいて、コメントどしどし待ってます。写真撮る方コメントどしどし待ってるので、ぜひコメントお願いします。皆さんはどっちがいいかっていうコメントをぜひお願いします。はい、今後も、動画を出していきますのでぜひよろしくお願いします。今回は以上です。なかなか難しいお話でした。バイバイ。